今朝早く、唐津市大地町の県道で鶏を積んだ大型トラックが横転する事故がありました。運転手に怪我はありませんでした。警察によりますと、今朝午前5時45分ごろ、唐津市大地町大野の県道浜玉大地線で、事故を目撃した人からトラックが横転していると通報がありました。横転した4トントラックの運転手に怪我はありませんでした。トラックには鶏が入った箱がおよそ100個積まれていましたが、鶏はその場にとどまっていたため、ほとんどが生きたままスムーズに回収することができたということです。現場は片側1車線の左カーブで、トラックが横転した影響で一時片側通行になりました。警察は横転した原因について詳しく調べています。